はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウォーロン、オールダイナスティ前回からの続きということで、やっていきたいなと思います。今回、長安のやつですね。ビューの潜入のところを続きをやってます。装備はね、ちょっと、紹介したいなと思います。今のところ、長安さんのこのゴータンシリーズの鎧に、曹操の、勧誘の冠ですね。をつけてます。これ、その絵でね、表記漢字がついてたりとか、ゴータの鎧だとね、家系正五字の、やつがある中で、長雲さんの槍と、曹操の剣がね、結構いい感じで使いやすくて、火力も結構出るんで、ね、さばきやすさも結構高いんでね、最近よく使ってます。で、敵漢字もつけて、あとこのね、孫子、厄介は曹操の、やつがね、装備をね、もらえるやつなんですけど、これもね、結構つけてていい感じなので、今回ね、この装備でやっていきたいなと思います。さて、今のところ、延兵をしなくても大丈夫そうかな。こっからしゃーけな、確かね。やっていきましょうよ。だいぶ雰囲気が変わってきたけど、大丈夫かな、これ。不安でしかないよ。はい、なんだこりゃ。敵がいるぞ。上か？危ないよ。これ危ないね。上になんかいるね。痛い。こんなやつだよ。かなり妖魔も多いな。上になんかいるぞ。オッケー。最近分かったのがね、戦術と弓はちゃんと使ってった方がいいですね。無理しない方が大事ですね。オッケー。の上とかにはアイテムはなさそうですね。よし、調べよう。お、あれ、こんなところに旗があるぜ。もう4つ目だぞ、これ。これ開く？開かないってこと。あ、表記がある。表記があるぞ。表記を探知しております。まずウサギでネズミどもをかざしてた。弾薬がこれどこだ、上か、ぐるって回るのかな。あ、アイテムあるよ。アイテムある。お、いいね。これ上下品の皮はね、結構武具の強化で使うからね。ここ最近は武具の強化に力を入れてるわけだ。痛い。攻撃力が高いな、マジで。ここ最近のね、敵キャラの攻撃力が異様に高くてね。こっちもいけるな。痛い。ほら、邪魔をするな。いいじゃない？いった！やばい、士気がどんどん下がってる。家計がなかなか取れないんだよね。妖魔の方がね、家計取りづらいんですよね。こっち
ち？こっちも行けるよ。おお、あっぶね。バカ野郎が。そう簡単にやれると思うなよ。手記があって川か。ちょっと表記立てていきたいですね。回復しとこう。ここに表記がある。上から行こうか。表記が2箇所ある。あー、これ厄介だね。まず上からかたそうか。来いよバカ野郎ども。旗を立てましょう。で、旗立てて、術師がいて、いや、敵の量がえぐい、ここ。待って待って。敵の量がえぐいことになってんだ。うまく一体ずつ釣りながら戦おうかな。はい、えい、えい、あ、痛い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 。よし、まずは1体ずつだ。下もあるな、これな。いやー、敵の量が多いよ。危ねえ、バカ野郎が。やられてるやつが多いみたいな。よし、どなたか存じ上げないか敵を撃っておいた。こいつら全員寝てた。よし、あー、アイテムがたくさん。弾薬結構落ちてるね。表記は解除して、ボスのルートはこっちみたいだけど、この下かどっかになんかあるね。これはどっちが正規ルートかな。こっちだな。こっちか。ワニがいて、アイテム。ワニやるか。ああ、クマちゃん。痛い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 。こいつ強いんだよな。
全然食らった。いてぇ。うわ、いった。いてぇ、いてぇ、いてぇ。オッケー。あれもうボス？これ中ボスじゃねえかなこれ。よし、クマさんに何かあげよう。クマさんにあげれそうないいものは何かあるかな。これでいいかな。どうす。はい、クマさん。さぞいいものをくれるんだろうな。ありがとう。おお、見てみようかな。入手順にしようかな。こう、あんまりだな。こっち行けるぞ、上。アイテムがあって。アイテム拾う。で、お、いいね。これは嬉しいですよ。で、旗を立てまして、花粉がつらいですね。お、中野が発見。オープン。こっちか。いやー結構長いね。そろそろ戻っても、戻るか元気あってもいいんじゃないのっていう感じですけどね。新しいエリアだな。上にの、うーわ、あー、戻って回復しに行ってもいいグレーだぞ、これ。あ、でも、軍旗あるね。軍旗を立てて、ここまで来たからな。一回ちょっと軍旗立てに行きたいぐらいだけど。あ、いいね。軍旗。いいね。いいですよ、いいですよ。長いな。これ、長いよ、これ。つうかさ、表記全然立ててないから。ちょっと縦に行こう。ラクスランクをね、ほんと大事なんで、体力を上げるか。あー、これ結構大事なんだよね、戦術ね。家計結構大事だから。よし、ちょっとまた下に戻って探索できてないところ探索しますか。よし、行こうか。OK。 結構いるな。立てないかな。危ない危ない。こい。はい、オーケー。いいね。さてさて、で、オッケー、いいね。あと4つ。いやー、見逃してなんだろうな、どっかにな。どっかにあると思うんだ。意外とね、マップの範囲が狭いんですよね。このミニレーダーって言ってるのかな。とりあえずこっちに行って。
ってみるか。敵いるな。危ない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 、かけ取れなかった。これはこれ開くわけじゃないんだね。でもここの後ろに軍機あるね。表記か。はいはいはい、ここにありますから。でアイテムでどれだ、キーアイテムじゃなくて気に道具か。これこれね、回復効果が高まるので使いましょう。プラス5までいったな。わー、いやーミスですね今のはね。危ねえ、なんか投げてきた。よし、急に人間出てきた。あ、軍表記があって、待ち構えてた。危ねえ、危ねえ、2人か。これでもくれー燃えろ燃えろお前らは。いて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 、いてえな。みんなここでやられてんだな。危ねえ。ほい、そんな大振りが当たるか。あ、あぶね、どなたか存じ上げないか、仇を打っておいたぞ。いや、お前か、来い。意外と近藤の相手ってね、動きの技の出がね、見づらくて、僕はあんまり好きじゃないですね。悪いな、背中がガラ空きだぜ。よし、ここまではわりかし順調よ。あーあー、こっちか。ほい、あ、いたいた。こいつタフガイだからね。結構多いね、敵が。ほい、いていていて。よし、あー痛かった。四角目、そんなところに隠れてるのか。マップを見てなかったぞ俺は今。これなんだこれ、舞妓の日記でいいのかな。結構アイテムはね隠れてるんで、しっかり探索はした方が良さげですね。反対側にはないんだね。オッケー、いいでしょう。あと軍旗が1つと表記が3つか。どうせやったらね、表記も軍旗も全部ねフルで見つけて次のエリアに進みたいとこですが、敵がいるの。ういっでいやー、2対1になっちゃったな。おんのか。調子に乗り、おんのじゃねえ。奪いたい。このねー、
電撃を使え、厄介だね。意外とモーションが読みづらいんで、この月がね読みづらいね。ほら、まあ危ない危ない。 OK、 わしか怖いな、ここ。オッケー、ほい。よし、意外とこの竹破壊できんだよ。あそこにアイテムあるじゃねえかよ。あれどうやって取るんだ。反対側から回ればいい。手がから回ろう。いや、降りるんだ。たたたたたた、これは気づかないよ、こっちまで来ないと。よし、これが、道具これね、使用回数が1回増えますんで、いや、これ大事だね。これ7回回復できるか6回回復できるかでも大事だし、すごい大事。なんかアイテム取りそびれはこの辺はないか。あらかた取ったな。いや、このエリア結構大変ですね、こう突破するのは。わりかし結構頑張らなくちゃいけないんで。うわー、先が長いよ。また音楽変わったよ。あっち側に行きたいなぁ。オーケーね。アイテムあるね。敵はいなさそう。いないか。結構つれな、ここな。元気で休みたいとこなんですけど、効かねえな。よし、休みたいとこなんですけど、休んじゃうとさっきやっつけた四角たちがまた復活しちゃうから、結局ね、また二度同じことをしなくちゃいけないから、ちょっとここは我慢ですね。表記を縦に行きたいんですが、あれはどっちから行くんだ。こっちも行けんだよな。マップが広い。マップ広いな。よし、この方この宝箱を目当てに来たら出てくるってパターンだろ。ぐるっと回る感じかな。あ、開くぞ。あ、ここ開くぞ。やべえ、マップ全然わかんなくない。これマッピング大変だよ。あ、ショートカットだね、これ。どこのショートカットだ。あ、結構序盤の方のショートカットだね、これね。ここに帰ってくんのか。じゃあちょっと一旦あれですね。よし、一旦ここで回復をして、さっきアイテムがあったんで、それを取りに行って、いや、マップ広いよ。結構長いぞ、この長安のやつは。あと、表記が3つと、軍旗が1個。まあ、金ピカン光ってるところが怪しいですけどね。結構敵もいそうだな。で、あっちから上がってきたんだよね。そうだね。
総決勝があって、うん、 OK、 先進みましょう。上に登りたいな。表記は分かってるから。あ？なんかいるな。あいつ倒さないといけないってわけだな。やってろじゃねえこら。なんだ？あ、お前懐かしいな。お前懐かしいマジで。いて、あいたたたたた、怖い怖い怖い、よくもこいつにお世話になったからな。いてててが取れなかった。いって、はいわマジで。いたいたいた、はい、隠しよう。あぶねえ、ちょっとかけるタイミングが分かんなかった。結構結構火引いてるなこいつな。燃やし尽くしてやる。いてててててほら燃えてる燃えてる。燃えろ燃えろ、ほれ。あ、ま、なんでだよ、あれ家計取れないのかな。ちょっと早いかタイミングが。でも火で火で終わりそうだな。いい、もう戦術を覚えたからには余裕ですよ。よし、これで軍旗は OK だね。一応なんかトロフィーがね、なんかね軍旗っぽいんで、軍旗は全部立てたいかな。この先ちょっと行ってみようかな。もうこの先ボスじゃないかな。あ、ボスくせえ、ボスくせえこれ。いや、表記2個を見逃してんな、多分な。ここで1個だ。ボスくせえと思ったら、あれ、あそこに旗が見えますよ。これどうやって行くんですかね。これはどうやって行くんですか。これはどうやっていく？あー、そこから登る。は。あれはどうやっていくんだ？こっちから、あっちからこう行って、で、そこで降りて、いや、これ いけるかな。行ってみるか。あ、あそこにあるんだ。じゃあ、いいや。よし。あ、ちょ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 。やろう。やろう。これで、立てる。あと1個があそこでしょ。
あの上に回んなくちゃいけないから。おい、やべ。ちょっと一旦考えさせてよ。今考えてんの。おうおお、ついてくるね。こいつはやべえぜ。そこで引っかかってるお前らは。よし。どっかに表記があるはず。危ない。怖いよ。上がってこれまい。上がってこれないだろお前らは。お前ロードもめで走ってあそこの武器まで行っちゃいましょう。ちょっとここで死ぬのもまずい。命を大事に。よし。はい。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回、キリがいいのでここまでにしたいと思います。次回はこの続き、長方のボス戦ですかね。やっていきたいと思うんで、楽しみにしておいてください。お疲れ様です。